田中勝春は北海道三井市郡三井市長出身の騎手。愛称はカッチー。シンクバンク所属。初騎乗は1989年3月4日に中京競馬場の第2競争でチャンピオン南に騎乗し6着。その後ストレスからバセ同病を患い半年間休養している。その年にデビューした新人騎手の中で初勝利は最も遅く。 10月21日の東京競馬場の第6競争、石堤ーイだった。なお同馬の勝利が、大守母は、テスコボーイ3区の最後の勝利ともなった。同期に佐藤鉄三、角田孝一らがいる。重賞初勝利は1990年9月9日の慶応杯オタムハンデキャップで、オラトリオに起場しての勝利だった。 GI 初勝利は1992年の安田記念。山人ゼファーに起乗し、大外枠を苦にせず優勝。ゴール前では派手なガッツポーズを見せた。その後もコンスタントに勝ち続け、関東リーディングでは毎年上位につけている。そして2004年9月11日には、中山競馬場第10競争で、キシフェアレディに起乗し一着、中央競馬通算戦勝を達成した。 当時、中央競馬史上20人目で現役では9人目の記録達成であった。2007年、サツキ賞でビクトリーに騎乗し勝利。ヤマニンゼファー以来となる15年ぶりの中央競馬での GI 制覇となった。さらには、シャドウゲートに騎乗し、シンガポール航空インターナショナルカップに挑戦し、日本国外でも GI を制覇した。夏の新潟開催では十七勝し、 二年ぶり五度目のリーディングを獲得した。さらに10月28日までに関東所属騎手の中で1位となる中央で99勝を挙げたことから11月8日に第21回ワールドスーパージョッキーズシリーズへの出場が発表された。なお、同シリーズには初出場となる。そして11月11日に自身初の JRA 年間100勝を達成した。 甲府町の波が激しく、全く勝てない日も多いが、勝つ時は1日に何勝もする。新潟競馬場や東京競馬場を得意とする。関西圏では長らく重賞を勝てず、2010年の中京記念をシャドウゲートで制したのが、関西圏での初重賞勝ちだった。2010年3月現在、函館、京都、阪神、小倉では重賞未勝利である。 1999年にバイオマスターに起乗して、半身競馬場のアーリントンカップで1位入選は、しているが、進路妨害により2着公着となっている。エッセイストの安西美穂子と親しく、安西と共に書店などで、安西の本を買うと田中がサインをする形式で、サイン会を開催したことがある。実家は競争場の生産牧場を経営している。父の田中春美は、 生産牧場を経営する傍ら、日本中央競馬会の場所登録もしており、幻の関西重症発生派を演出したバイオマスターや北海道の静内農業高等学校の高校生が生産を手掛けた夢ロマンなどを所有している。また、地方競馬の馬主として所有馬に、勝春という名前を付けて走らせたことがある。自身の生産場及び所有馬に息子が騎乗することも多く、 特に所有馬の勝ち星のうちおよそ半数を息子が挙げている。2011年現在で通算1500勝以上していながら近年の成功到底といわれる全体的な関東馬不振の流れの影響などを受けたのか、1992年の安田記念での初勝利からは長期間 GI を勝てずにいた。2004年の優勝品馬ではウィング、このレースで GI100 連敗という不名誉な記録を達成。2005年になってもなお勝てず、朝日ハイフューチュリティステークスでも4着に敗れ、GI 競争125連敗となっていた。その間、2着9回3着7回。しかし、2005年12月21日川崎競馬第10競争の全日本2歳優勝を、グレースティアラで制し、およそ13年ぶりに GI を制覇した。なお、 全日本2歳優秀は、全日本3歳優秀という名称だった1998年にも、アドマイアマンボで勝っているが、当時は統一 GII だった。中央競馬の GI に限ればその後も連敗が、続いたが、2007年に、第67改札期賞で、ビクトリーに騎場し、勝利、15年ぶりに、中央競馬の GI 競争制覇を、果たして連敗記録を139でストップした。 さらには、同年挑戦したシンガポール、航空インターナショナルカップで、シャドウゲートに騎乗し、日本国外の国際 GI でも勝利している。長く連敗が続いた、原因の一つとして有力馬の騎乗が少なかったという、事情もある。ヤマニンゼファーと、石底竜王にまつわるエピソードも、元はといえば、石底竜王が、所属級者の馬であり、自給者の馬を優先させたという事情があった。 また、一番人気での騎乗は日本で2回、日本国外で1回で、二番人気での騎乗も4回、桜プレジデント、2004年宝塚記念、全ンノロブロイ、2007年日本ダービー、ビクトリーしかなかった。また、岡部幸男の騎手引退後に、田中を主戦騎手の一人にしていた、藤沢和夫旧社も GI になるという緑馬の騎乗を、外国人騎手に乗り変わらせることが多かった。 最も悔しい敗戦は1993年の天皇賞で石帝竜王に騎乗し、花さんに敗れたことだと語っている。この時の優勝馬は前年の安田記念で自身が騎乗して優勝した山人ゼファーであった。1997年の安田記念でもジェニュンに騎乗し、同馬をかつてお手場にしていた岡部騎乗の大機ブリザードに花さまで迫ったことがある。 他に、障害二0 0礼章、海外三戦一勝、ありがとうございます。